はい、どうも皆さん、こんにちは。ツンツンです。今日なんですけれども、ドラグマが入っているですね、サーバロン軸の革命の時花グッドスタッフ紹介していきたいなと思います。革命の時花なんですが、今まで結構ビシバールキンがリミット1枠で使われていたと思うんですけれども、最近の大会の結果を見ると、ウォルフライエが採用されることが多くなっております。ウォルフライエの利点としては、ビシバールキンっていうのは刺さるデッキに対してはめちゃくちゃ刺さるんですけれども、そうじゃないデッキに対しては全然刺さらないんですよね。なのでその辺が脆いんですが、ウォルフライエは、ウォルフライエ自体の一妨害プラス、サーボロンギミックにたどり着くことができるので、ベンガランデスの一妨害で合計二妨害準備することができるんですよ。さらに追加で、いろいろ接獄だったりだとか、すびきだったりだとか、他のカードもあるんですけれども、まあそんな感じで、妨害数を、なんだろう、制圧するっていうわけじゃないんですけれども、妨害数を、安定して2妨害以上構えることができるっていうところが、ウォルフライエの強みになっております。で、さらにですね、このサーバロン軸のいいところっていうのは、ビシバールキン型ってレベル4のモンスターだったりだとか、どうしても必要じゃないですか。でも、このサーバロンギミックに関しては、モンスター1体さえ引けていれば、たどり着くことができるので、DD クローも初動になるし、エフェクトベーラーも初動になるし、もういろいろ初動になるカードがあって、初動率が本当に 99% ぐらいの、そういう風な勢いなんですよね。なので、この、なんだろう、サーバロン軸っていうのは、初動率も高く、さらに安定して2妨害立てれるっていうところがめちゃくちゃ強いんですよ。で、ドラグラギグマギミックのいいところっていうのは、このフルルドリスがまずレベル8なんですよね。で、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがいたら出せるんですよ。なので、後手を取った時に相手がエクストラデッキから出ているモンスターがいたら、フルルドリスを特殊召喚し、さらに、死の花ネクロフルールがいるので18。で、スキルでネクロシンクロンを出して召喚権を使わずに寒冷流トリシューラにたどり着くことができるっていうところが、まずこのフルルドリスのめちゃくちゃ強いところです。で、このエクレシアが、召喚特殊召喚に成功した時に、このフルルドリスをサーチすることができるんですけれども、基本的にエクレシアって、これ、まあ、どうしてもモンスター引いてなかったらこいつの効果を破棄して初動で使うんですが、こいつって、召喚特殊召喚成功時にドラグマカードサーチできる代わりに、そのターン、この効果の発動をエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できないっていう風なデメリット効果があるんですよ。なので、初動でこのエクレシアの効果使うっていうことはないんですけれども、追加の妨害としてエクレシアプラスフルルドリスっていう風な盤面を作ることができます。で、このフルルドリスは、エクストラデッキから出たモンスターがいたら、相手のメインフェーズにも特殊召喚できて、で、他にドラグマモンスターいる場合は、フィールドの表側表示のモンスター1体の効果をターン終了時まで無効にできるんですよね。っていう風な、効果があります。で、こいつは実は今流行ってる一滴が効かなくて、フィールドに、まあ、エクストラデッキから出たモンスター、例えばウォルフライエだったりだとか、ベンガランデス、この辺がいます。で、エクレシアが出ております。ってなった時に、フルルドリス、特殊召喚って言って、相手のモンスター効果発動チェーン、フルルドリス特殊召喚って言ったら、手札から出てきてそのまま無効にするので、一滴を打つタイミング、相手がありません。なので、その辺とかも非常に強いカードになっております。では、実際のですね、動かし方に関して少しリプレイ解説した後に、まあ、ちょっとだけ時間が余れば、カードの詳細の、採用理由だったりだとかっていうのも話していきたいなというふうに思います。では、まずはですね、理想盤面からやっていきたいと思います。はい。ハンドは、こんな感じです。で、まずは、ボティス召喚。ボティス自体は非常に強いカードです。っていうのも、黒き森のウィッチとかを使って、サーチ入れるっていうパターンもあると思うんですけど、実は、このデッキっていうのは、このレベル4とかのモンスターを、基本的にはここで8に変えるんですよ。ウォルフライエを作る関係で。なので、黒き森のウィッチのサーチ効果っていうのは使えないんですよね。なので、黒き森のウィッチとか、そういうクリッターとかっていうのは、あまり採用する意味がないので、こんな感じになっています。で、ウォルフライエ作りながら、ゲニウスロッキがネクロシンクロンの墓地効果で出てきます。で、このまま、サーバロン・ドゥリアス出します。で、サーバロン・ドゥリアスの効果で、
ソーイング、3番インソーイング取ってきて、3番インソーイングでもう一回ゲニストロキ出します。このウォルフライエっていうのは、モンスターの効果発動するために打点が300上がるんですよ。で、4000まで上がったら、4000以上の場合、このカードと相手フィールドのモンスターすべてを持ち主のデッキに戻すっていう風なことができるので、対象を取らない全バウンスができるんですよね。それがめちゃくちゃ強いです。で、ここで、ダメージを受けたので、ドリウスの効果使えるんですけど、ここでドリウスの効果で、3番ヒーラー出して、さらに3番ヒーラーがライフを回復するんですよ。これでモンスター効果を追加で1回多く、挟むことができるので、ウォルフライエの打点が、このただのサーバロン展開だけで4000打点まで伸びるんですよね。で、さらにエクストラデッキから出たモンスターがいるので、エクレシアを特殊召喚できます。このように、エクレシアっていうのは、最後に展開終わった後に出してあげるっていう風な感じ。で、相手は目覚めの旋律スタートでめちゃくちゃ強いハンドなんですけれども、これも、全然大丈夫で、まずオルタナティブ出てきます。このオルタナティブに対してベンガランゼスを当てていきます。で、さらにレイリュー出てきます。ハンドがオルタナティブとブルーアイズ確定ですね。で、受け継ぎし魂。で、受け継ぎし魂で、こうなってしまって、さらに融合を打たれるんですが、この時に、実は、アルティメットドラゴンを出されつつ、ここを破壊されたらフルドリスの無効効果が使えなかったので、めちゃくちゃ殴られて負けちゃったと思います。はい。はい。まあ、一応、初動の展開だけで言うとこんな感じで、やっていきますよって感じで、フルドリスがいたら、この打点を無効にす、効果を無効にすることができるので、ダメージ通らずっていう風な感じ。で、ここの返しに関しては、僕はトロイミアモンスターを2体入れていて、まあ理由としては、この次のターンのリソースの返しで、なんだろう、シンクロとかがなかなかしづらくて、リンク体で攻めないといけないなっていう時とかあったんですよ。で、破壊とか相手にした時に、結構割と、あと1枚なんか相手の盤面除去できるカードあったら勝ってんのになーみたいなシチュエーションがちょこちょこ挑戦段階で見受けられたので、トレミアユニコーンも入れております。で、ベンガランデスは墓地効果でリンク値合計4になるように墓地から除外したら自身を特殊召喚することができます。で、さらにフルールドソルシエルを出し、こうやってリングルスを作り、リングルス効果で墓地に送り殴って GG という風な感じになります。こんな感じになっております。あれ、ハンドブルーアイズだよね。だから多分なんか究極なんちゃらみたいなの出されたら、きつかったような気するんだけど。まあ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 。そんな時もある。では、次、LL 対面やっていきます。で、これは、普通の、なんていうか、ドラグマを引けなかった場合の話ですね。をやっていきたいと思います。で、レベル4じゃなくて、このフルールドソルシエルみたいなレベル8のモンスター引いてる場合は、スキルを1回温存することができます。こんな感じで、急でウォルフライエで、これさっきと同じ感じですね。こうやってドリアス出して、3番ソーイングで、こう展開していって、こうして、で、ベンガランですと。で、LL 対面は、まず、ドロフェとかスタンバイフェーズに相手が速攻魔法持ってるかどうかっていうのを意識してください。で、速攻魔法を持ってないのであれば、ベンガランゼスの効果を、早めに1回使うのがおすすめです。で、カナリーを見せて、ワグテイル。で、カナリーから入ってきたってことは、これで、ワーブラー、ターコイズワーブラーがいないのが確定してます。ターコイズワーブラーいるんであれば、こっから先にワーブラーから入ってくるはずなんで。で、ワグテイル効果でバードコール取ってきます。で、ここのスターリングでもうベンガランデス使っちゃって大丈夫です。速攻魔法があったら結構ガメた方が良かったりとかっていうのもあったりするかもしれないんですけど、まあ、基本的には、ここで一回ベンガランデスで潰して、で、ウォルフライエ。で、最後の最後の盤面にウォルフライエを当てていくって感じ。結局、相手が対象取れないモンスターだったとしても、そんなの関係なくて、ウォルフライエで全部戻すんで、まあ仮にここに、今回なんか知らんけどロビン出てきたんですけど、これ、なんだろう、あいつ、
なんかいっぱいダイレクトアタックしてくるやつ、ナイチンゲールの想定で全然大丈夫です。これナイチンゲールだとして、まあ、このターンに普通にあの相手ターンにあの戻しておくのが良かったんですけど、ウォルフライエはこんな感じで対象取らない全バウス、自分自身も戻るみたいな感じになります。で、今の環境的に気をつけたいのはこれです。ビュフォートノエムってやつです。こいつはダイレクトアタック宣言時に、手札から捨てて、その攻撃を無効にして、そのモンスターの効果を無効化されるんですよ。これが結構今入ってきてるんで、モンスター2体だけ並べるっていうのはちょっと危険です。なんでできれば3体並べて殴ってあげたいですね。というふうな感じになります。はい、こんな感じですね。では、最後にですね、ちょっと細かいカードの解説を少しやっていきたいと思います。まず、今の環境 LL が非常に多いですので、ビフォートノエムっていうのを、2枚積んでます。これ2枚にしているのは、このボティスがデッキの上からカード3枚めくるんですけど、その中にモンスターがあったら、うち1枚を除外して同盟カードを手札に加えるっていう風な効果あるんですよ。なので、1枚だとボティスの効果を有効的に使えないので、ノエムは2枚。で、ニビルも同じ理由で2枚ですね。で、ここはもちろん3枚で、エクレシアは、妨害として機能するカードになるので3枚入れてます。で、ベーラーにクローに、これは同じ理由ですね。で、フルドイスに、これも2なのは同じ理由、ボティスからっていうところです。で、ゲニウスロキは、2回使うので、2枚っていうふうな感じで、リミさんは、まあ、ドラグマパニッシュメントっていうタクもあるんですけど、まあ、ドラグマパニッシュメント1枚入れたら、このエクレシアからサーチすることができて、で、ここにですね、まあ、基本的にはこのバスタードとかを置いてあげれば、ドラグマパニッシュメントでバスタードを捨てて、で、エンドフェーズにドラグマ1体を特殊召喚、まあ、エクレシア特殊召喚し、さらに後続準備するみたいなこととかもできるんですよ。その辺のシナジーとかは、非常にいいので、ドラグマンパニッシュメント入れるのはありなんですけど、ちょっと環境的に接獄がめちゃくちゃ強いので、僕は接獄3にしてます。で、エクストラデッキは、まあこんな感じで、トロイミアユニコーンの枠は自由枠なんですけど、僕は、最後のユニコーンの1枚が結構しっくりきてるので入れてます。あとは確定枠かなと思ってます。はい。というわけでいかがだったでしょうか。今日は、サーバロン型、サーバロン軸のドラグマ入った革命の時花グッドスタッフ紹介させていただきました。参考になったらぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。